ジョージ4世は、即位に先立つ1811年から1820年まで、精神障害に陥った不王ジョージ3世に代わる、摂生王大使であった。摂政皇大使は、君主が幼かったり、病気によって無能力状態に陥っていたり、あるいは亡命したり長い航海などで、遠隔地にいて、不在となる場合に、君主に代わって、摂生として、君主国を統治する王子。 この表現は普通名詞であり、誰であれ、摂政の役割を果たす王子を指すことができるが、実際には、摂政を務めた王子たちのうち、少数の者だけが、それぞれの歴史的状況において、この名で言及されてきた。なお、ここで、皇太子は皇帝、天皇に限らず君主の継承順位主義者を指しているが、皇太子を競技にのみ持ち、 大位継承については、王太子といった表現を用いる場合は、摂政王太子という表現を用いることもある。詳細は、摂政時代を参照英語圏で、摂政王太子といえば、一般的には、イギリス国王ジョージ4世のことである。不王ジョージ3世が、精神異常をきたして、無能力状態に陥ったため、プリンス・オブ・ウェールズであったジョージが摂政となった。 ロンドンにあるリージェンツ・パークやリージェント・ストリートはこの後のジョージ四世にちなんで名付けられたものである。ジョージ四世が即位に先立ち摂政王大使として統治した時代はイギリスの摂政時代あるいは単に摂政時代と呼ばれる。摂政王大使の称号は1811年2月5日にジョージに与えられた。当初の間は 摂政の権限には一定の制約があったものの、摂王大使は国王のあらゆる権労を執行することができた。1788年にフ、不ョージ3世が最初の狂気の発作に見舞われた、摂政危機と同様の状態がやがて再発した。ウェールズ公ジョージはフー、不王崩御の1820年まで摂政を務めた後、即位してジョージ4世となった。ドイツで、 摂政王子、摂政宮といえば、一般的には、バイエルン王国の王子、ルイトポルトのことである。ルイトポルトは、自分の老いにあたる二人のバイエルン王、すなわち1886年に、精神障害と宣告された、ルートビヒ二世と、即位に先立つ1875年に発狂が、宣告されていた、夫を一世に代わって、 1886年から1912年に没するまで摂政を務めた。ルイトポルトの摂政時代、バイエルン王国では、芸術、文化活動が高揚し、後年、摂政宮時代と称されるようになった。バイエルンの都市や町には、摂政宮通りと名付けられた通りが数多くある。ルイトポルトを称えて名付けられた組織なども多く、例えば、ミュンヘンには、 セッショ劇場がある。セッショトルテは、チョコレートバタークリームを使った、何層にも重ねたケーキで、ルイトポルトを叩たたいて名付けられたものである。ルイトポルトは1912年に没しその息子ルードビッヒが後を継いで、セッショとなった。ルードビッヒは、その後1年も経たないうちに、バイエルン議会の決定によって、国王と認められた。 ルクセンブルク大公の後継者である皇太子は、現大公が大公位に、形式上は止まったまま、皇太子が君主見習いとして、君主の機能の大部分を徐々に代行するようになると、プリンスルテナンの称号で呼ばれることがある。大公ジャンは、先代であった母、シャルロットの在位の最後の時期に当たる1961年5月4日から1964年11月12日に、 君主の仕事を代行した。また、ジャンの息子アンリも、1998年3月3日から2000年10月7日まで、父大公が退位して、大公位を継承するまで、同様に君主の仕事を代行した。歴史上の様々な時代において、国王が統治できない状態になったり、長期間にわたって国外へ出て、不在となるような場合に、配偶者が代役に立ち、臨時に、 摂政ぐるの務めを果たすという例がある。時には非公式に摂政とみなされることもある。国王の配偶者は必要とされれば統治に関与する。スワジランド王国では君主が幼かったり何らかの理由で統治できない場合は交代号が一時的に代役を務める。特に肩書きを持たなかった者を含めさらに多くの摂政を交代し、 接生偶の事例は、英語版のレジャンを参照。ありがとうございます。